うん、で、電話であろうと必ずワンコールで謝ってるんですよ。うん、で、謝り続けてるんですよ。うん。こいつの謝り方は、こいつの土下座は一流なんですよ。なんでかっていうとね、こいつはね、俳優なんですよ。うん。だからね、こいつはね、今までハッタリで生きてきてるんでね、土下座も超一流なんですね。うん、だから、あの、渋いいい声で、すいませんでした、とか言ってるんですよ。うん。でも、よく考えてください。彼は、17億円の利益を得てるんですよ。ということはですよ、ね。